成立するんですか？そう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 、向こうが質問してくるから、リスナーさんが質問してきて、でそれに答えるっていうのが俺のスタイルだね。ああ、だからまあ会話をしてる感じ。ああ、うん、まあみんなとコミュニケーションとってる。じゃあこれ 何が書いてあるかっていうことが分かんないけど、どうしようもないですね。そうだね、文字読めないと何にもなんないね。だって、うん、書いてあるものは何であるかも分からない。そう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 、だからいろんなことを調べたりとか、いろんなことを、うん、だからそうだよ、そうだよね、分からないのかな。そうそう、浅井さんもやってんの結構。いやさ、字が、あれ多分字見るまでに至らないよ。勝手なこと喋って、字見てこれで、うん、あのこの字に何て書いてあるかっていうことが問題で、それ、うん、それで、うん、会話するっていうかさ、向こうな、うん、この字は理由があって書いてきたんだから、それに答えると。うん、そう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 。違うんですね。合ってる合ってる。そうだよ。あ、別に。字とは関係なく自分の言いたいことを言う。それでもいいんだよ、別に。それでも全然、そういう人もいっぱいいるよ。なるほど。うん。全然、相手と話しないで、自分の言いたいことを言ってる人もいるし。別にルールはないよ。字とは関係ある領域で自分の言いたいことを言うだ。極端な話、歌ってるだけの人もいるもん。歌う？歌とか楽器弾いてるだけとか。もう歌ってるだけ？そうそう、この中で歌ってもいいんだよ別に。歌うのは人気なんだ。歌を聴くの。歌ってる。うん。してそれと歌ってるのがここにあの評、うん、評価がこれで。そう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 。歌、そうそうそういうことそういうこと。うん。だから歌ったらみんな歌うまいとか下手とか言ってくれるよ。そしてそれに、うん、みんなに合わせて歌ってればいいんですか？そう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 、そういう人もいる。歌ってみたって言うんだけど。あ、歌ってみた。うん、あ、歌ってみた。ほら今なんか歌ってって言われたよ。歌って？うん。誰に歌ってしてんの？浅井さん歌って。だって浅井さん歌って。うん。エイトマン、エイトマン、エイトマン好きだよね。エイト、エイト、光る海、光る大空、光る大地。いいね。いいでしょうか。続けてよ。もう、わかんないもん。歌詞が。覚えてない。歌詞がわかんない。なんだか、地平線、走れ、エイトマン、マンタマよりも早く。走れ、胸を張れ、鋼鉄の胸を。これが浅井さん。変だな。変。浅井さん、おはよう。おはよう。うん、目が、最近目が。目が見えない。うん、目が、メガネを取っていいのか、メガネがあっていいのかよくわからない。浅井さんもう長いよ。何年ぐらい知り合ったから？ 3 年ぐらい。何を？俺と浅井さんが出会ってから。いや、どうだろう。もう3年経つでしょ。そうかもしれないね。うん。あの人がいた時だよ。石野ね。うん。石野さん生きていて本当によかった。ねえ、よかったよね。のんちゃん、ここ開けて。はい。浅井さん、おかよ、おはよう、お母さん。お母さん、うん、そうかな、みんなのお母さん。違うかな、よちゃん、お母さんじゃないよ、私。こんな鬼のような母はいないよ。八、読めない。何かな、八、何を言ってんのかな、八。拍手。パチ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 。コウキさん、パチパチ、ありがとうございます。和道さん、浅井さんは知り合い？知り合いだよね。そう、道で会ったの。うん、浅井さん、こんばんは。こんばんは、たくみさん。こんばんは、お世話様です。どう最近、元気？何かな、私あれ、あの、うん、これであのみんなの体を治したいと思うけど。ああ、生放送で、うん、うん、体悪い人から肩こりとか治したって文句言わないと思うけど、ダメかな。肩こりとかだったらマッサージできるもんね。いや、マッサージじゃなくてこれで治すんだ。放送で治すの？
げえな。どうやって直すの？え？だって誰も肩こりましたって言ってこないもん。そっかそっか。肩こりましたって直したらダメだよね。なんで？肩こり直していいんじゃないの？だってこれで直せっていうの、こういう、こんな直し方なんかでも正規の直し方じゃないもん。そうだね。分かってる。え？分かってる。こんばんは、浅井さん、体調は良いですか？うん、そうそう、いつも普通だよ。普通っていうか、悪くはならない。アイテムありがとう。みんなね、おばちゃん、ばあちゃんになった時ね、どういう風にその生きるかを考えれっていうのね、うん。でもね、おばちゃん具合が悪くなったらすぐ死ぬんだから、だからね、具合が悪くなったこと考えないよ。落ちたら終わりだし、すぐ死ぬんだよ。和道さん、こんにちは。浅井さん、はじめまして。はじめまして、うん。風船をプレゼントしました。ありがとうございます。お世話様です。風船ありがとう。新しい奥さんですか？新しい奥さん。だって奥様そちらにいらっしゃるから、それはじゃあ私ではないですよ。新しい奥様も多分、よくわかりませんが、ずっとなんで新しい奥さんがいるのかな、僕よくわからないよ。うん、ほっといていいよ。いやだけど、これで本当にみんなのよ体を治したいけど、どうすればいいんでしょうか。ねえ、まず体悪い人を見つけないとね。体悪くないと治しようがないからね。だからこういう状況っていうのは、うん、誰も自分の体の悪いこと言いたくないよ。まあそうだろうね、うんうん、毎日バチンが来たら言いたくなるだろうけど、毎日難しいよ、すげえ難しい、うん、今日休み？いやだから今日、今これから行かないもん、うん、だから夜行くの？そう、うん、今これから行こうと思うとき、これ来てたよ。まずだって今ね、これ、うん、この時間に今ジムに出かけるんだよ。終わったらすぐ控え始める。今からジム行ってんの？そうだよ。どこのジム行ってんの？朝日さん、中野だよ。中野、そう、ジム行って、それから帰ったら、それからジムから帰ったらすぐ明日なんで、明日の昼までやってるもん、うん、そんなもん間空き缶集まってる場所っていつも、だからそれに無理があるからさ、毎日来れないの。どうしたらいいかな。浅井さん、いつものあそこに貯めてんの今？あ、そうだ、空き缶は。この前ここで本が2冊売れたの。で、2冊分払えばいいの。いくらですか、2冊。じゃあ俺買ったんだよ。3500円の俺が買ったの。それじゃなくて、ここで買ったのは。ああ、売れたって、届いたって言ってたよ、お客さん。そう、ここ3500円払ったって言ってたよ。入った、ちゃんと。郵便局に行ってないからわからない。ああ、郵便局行きな。3500円入ってるはずだよ。ありがとうございます。お世話様です、うん。買ったって言ってたよ。ありがとうございます。うん、これ、和道さんにおいくら払えばいいんですか？いいよ、別に。ギャラいらないよ。そういうつもりでやってないから。一緒にジム行ってくれば？え、ジム？ジム放送できないんだよね。うん、はい、若いらっしゃい。神楽さんいらっしゃい。ジムってあれだよ。あなたはここでバーベル持つなら私指導するよ。いい、大丈夫大丈夫。いや、したら、うん、でも肩も凝ってないし腰も痛くないもん。うん、今日大丈夫。だからどう、何も必要ないもん。うん。今日、ボクシングやんないといけないから。ボクシング？これからやるんですか？そう、大会に出るから。今日これから10時ぐらいに行くんですか？うん、10時。いやー、夜の8時ぐらいに練習。公園で？中央公園で。中央公園でやる？うん。あ、相手は一緒にやる？いや、私パンチが弱いからダメだ。うん、向こうはボクシングが上手い人ですか？あ、サッカー選手だって、もともと。じゃあやったってしょうがないじゃん、どっちもプロじゃないもん。うん、あそこの段ボールをしてそこ歩いてる人いるじゃないですか。うん、いるね。熊野神社のところに。はいはいはい、いるね。あの人元ボクサーだったんですよ。へえ、そうなの。そして、今昭和8年、うん、生まれで、うん、筋肉が全然落ちないもん。すごいね。で、それでさ、うん、さらにあれだよ、
うんとは、あ、こうやってペタッと落ちるし、それにね、うん、もう問題はね、私がね、ぶん殴られて、うん、えーんと泣いた時みんなね、うん、避けるんだよ。みんな強いからね。うん、だからね、みんな逃げちゃうけれどね、うん、そういう人だけはどうなってきてね、それであれだよ。うん、本当引かないもん。それは俺がやっつけてやるからって言って、それであれだよ。これすげえ自信持ってる。大体してもね、さあだ、人によって自分が倒されるってことは、そう、もう想定がないよ、あの人に。へぇー。昭和8年生まれ。すごいね。そこにいたら呼びかければあれだよ。嘘。クマン神社は前にいるホームレスの人？いや、あそこにあの段ボールを押してるでしょ、いつも。うん。年配の人が。はいはいはい。あの人、ボクサーの元。そう。なんて人の名前？うん。これ言っていいんですか？まずいじゃん。まずいか。うん、いや、だからね、中央公園にね、もしね、その人がそこ通りかかって、うん、あの、押してあげて。顔がわかんないからさ。顔がわかんないから。ダンボール押してる人は一人しかいないよ。嘘。多いって言えばさ、なんだって言うから。何でもすぐ乗るから、あの人大丈夫だよ。やりましょうしたらやるかもしれない。あ、そう。そういえば、あの人と私戦わなきゃなんないんだけど、なんで私ね、うん、いや、パンチが強くなったらね、うん、ちょっと中央公園でね、うん、戦うかっていうことになってんだけど、なかなかパンチが強くならないの。だけど頑張ってね、いつか戦うな。いつか戦うの？誰と戦うの？え？そのおじさんと？そう。あ、先生、ほんと何でもやるかんな、ほんと。前水泳習ってて。いや、それでね。その前ダンスは。キックボクシングだよね、うん。キックボクシング習いに行こうと思ったんだけどね。うん、で、先生がね、サンドバッグを蹴った時にね、うん、そりゃ驚いた、うん。あのね、なんかね、なんで驚いたかっていうと、私と、うん、先生にお日様が昇った。これね、なんだろうね。うん、何の話してるか全然わかんねえ。自分の魂よりもその戦うことをその、うん、魂。自分の命よりも命じゃないよ。何を優先してるのかな。だから、戦う。おかしな言い方だね。戦うことを魂より優先してるのがおかしいよ。うん。ハートプレゼントありがとう。お父さんは強かったですか？お父さん？はい、プロキックボクサーだ。だけど、その人もあれだよ。同じ状態だよ。そのキックボクシングの人と。その人もね。うんうん、お父さんも、うん、パンチが強いか、蹴りが強いかよくわからないけれども、うん。パンチですか？強いの。キックボクシング。どっちが強いの？両方とも全然。両方ともできる。パンチしたらどんな感じになってましたか？蹴りはバット折ってたよ。木のバット折ってた。蹴りは強くなかったよ。あれだ。すごい強かったよ。で、それでね、こうやった途端にね、うん、それはあれだよ。それは、それをさ、私が眺めたら、二、うん、人とも太陽が昇るって何ですか？じゃ命をかけて成し遂げたものがあるのよ。だからね、その命をかけて成し遂げたものがさ、あるもの同士っていうのはさ、あるっていうかさ、そりゃお父さんね。だからね、あなたそのお父さんのを前にしてね、それはね、あなたが下手くそな間、ボクシングするのは間違ってるよ。それ昭和8年前のその人にね、うん、それは小先輩にやられるのをさ、映像出したらそれいいかもしれないよ。うん、そうだね。そしてそれは、そして次に戦った時に勝利したと。これで大丈夫だよ。元気だな、今日も。うん、なるほど。そう、だからよくわかんないけど、わかんねえのかよ。よくわかんないの？え？よくわかんないの？
いや、お父さんが強かったことで、ね、それで、ね、あれだよ、さ、実は下手な戦いしたらあれだよ、さ、もう。もう恥かくね。しょうがない。うん。あ、リリコばあさんいらっしゃい。うん。いや、どうしたらいいでしょうね。どうしたらいいかね。うん。お、ギリチョコありがとう。ひょっとして和道さん強いですか、うん、いや、弱いよ、俺は。弱いよ。弱い弱い。全然強くないよ。なんか強いからやめたような気もするんだけど。何を？そう、あの、キックボクサーになるの。キックボクサー目指してないもん、俺。うん。うん。いや、なんかわかんないけど左足がこれ、うん、左足が強いような気がするよ。これは何？これは、ね、昨日練習したの。こうやって中央公園で。はい、ワドツイエラさんいらっしゃい。いや、なんかわかんないけどね、なんかどうにかしたら すごい強くなるような気がするんだけど、うん、強くなるかな、強くなるかな、うんうん、昨日練習してたのこれで、浅井さんだよ。浅井さん、俺の放送にはよく出るよ。浅井さん、やった、古い付き合いだよ。いや、だから左胸がダメだから、これダメだけれども、これってね、うん、左胸が治ればいい。いや、ちょっと待って、治っただけじゃダメだろ、うん、左胸、あれ、もう消えちゃったよ。もう一回回んない？もう一回、うん、早送りしてみようか。すごい。うん？何がすごいの？くるんってなる。ああ、あれは、ま、早く回らないと、あの、防御できない。分かったよ。うん？足を開脚にして、うん、そしてこう開脚にして、そしてこう足をこう倒すでしょ、うん、でこっちで体を倒す、うん、両方開脚ね、うん、これをやると爆発的に強くなる。爆発的に強くなる。そう。おー、じゃあやるわ、それ今日。いや、だからそれね、いや、毎日10分ぐらいそれやってて、それで半年後にすんげえ強く、うん、強い体やってた。試合3ヶ月後だから、半年後強くなってもダメなんだよ。3ヶ月後？ 3 ヶ月後の、うん、3ヶ月後、うん、膝やばいね、ちょっと痛めたね。いや、昨日じゃあ3ヶ月前にやる。こうやった時にね、こうやってやってる。首をね、こっちに曲げる、うん、と開脚して首、こう足を倒して首をこっちに曲げる、うん、これで3ヶ月3ヶ月強くなる。爆発強くなる。オッケー、分かった、絶対やるわ。あの、全人、みんな倒すと、ほら、すごいよ。みんなは倒さないよ。え、ちょっとみんな喜ぶよ。うん、喜ぶかな。うん、おう、いや、だから、あの、普通の人倒してはまずいから、うんうん、ちゃんとした人を連れてきて、それで倒すわけだね。そうだね、喧嘩は良くないから、うん、試合だけね、うん。こうやって毎日練習してるの。向こうは強いんですか？向こうは若いね。若い。24歳。24歳。うん。で、運動神経いい。あ、もう7個も年下だから。いや、その子は多分ね、うん、左足をこっちの方に上げれば強くなるよ。だから、これ今度これ移しても、2人がやってるの移しても持ってきてもらえば。いや、2人はね、ダメだ。試合当日まで、ほら、やっぱり試合当日まで、うん、対戦するわけだから、勝負だから、練習は一緒にしないよ。あ、そう。練習は1人で向こう勝たせちゃダメなの、うん
つがかわいそうだよ。俺燃え尽き症候群すぐなるからね。え、うん、ね、多分試合終わったらまたダラーっとしちゃうかもしれないね。いやな、一回強くなる場合だよ。うん、うん、とさ、でもうんと、わかんないけど、その方向で食えるかもしれないよ。いや、格闘家で食わないよ。そんな甘い世界じゃないよ。そう？一人一握りの人間だけですよ。格闘技は大変よ。いや、だからうんと強くなるよ、きっと。強くはなりたいね、男だからね。うん、やっぱ男だから。いや、よくわかんないけど、うん、いや、私、いや、人をぶっ倒したいと私思ってんのかな、よくわかんないけど、うん、たまに間、たまに倒したいなと思うけれども、うん、どうなのかしらね、よくわからないな。俺は別に喧嘩したりとか一切ないよ。誰か殴りたいとかない。俺はない。うん、そういうの嫌い。ああ、うん、それはすごいですね。うん、暴力は良くない。いや、本当にすごいな。チューいらっしゃい、青字いらっしゃい。暴力はやっぱダメだよ。強いものと戦うために力はね、あるんだ。リリコばあさん、強いものと戦うために力はある。そうそう、弱い人に暴力は大嫌い、俺は。へー、自分より強いやつとしか喧嘩したくない。いや、そこはおかしいけど、強いものと戦うためにあるって力があるって、それはすごいな。うん、だから力全般に やっぱり強いものと戦うためにあるのかもしれないね。弱いものと戦ったってしょうがない、ね、しょうがない、何にも生まれない、うん。うん、ギリチョコありがとう。今日はチョコレートの日。ギリギリ。あ、今日はチョコレート何？なんか誰かバレンタインデーって言ってたよ。あ、そうそう、今日バレンタインデーや。ノンタン、バンテージちょうだい。ん？どこにやっちゃった？多分枕の後ろにある。ワドさん、ワドさん、燃え尽き症候群になんない、はい、なんないよ、心配してたんだから。はい、燃え尽き症候群わからない。ワドさん、フィジカルに面にはうるさい。アサイさん。ワドさん、フィジカルって何？フィジカルってなんて言えばいいのかな。フィジカルってメンタルっていうのは精神で、フィジカルっていうのは肉体のことを言うんだけど、なんて言えばいいんだろうな。ちょっと説明するのが難しいね。うん、しばらくしたら浅井さん、俺練習行く。じゃあさ、音楽をフィジカルでなければならないでいいの？音楽はフィジカルじゃなくていいでしょ、別に。いや、だからね、普通、だからあれだよ、その音楽で、体が治らないんだよ。うん、だから音楽、フィジカルだったらさ、音楽によって体は全部治るよ、すべての、山に対して適応してるよ、フィジカルだった音楽は。うん、だからさ、未来はフィジカルになります、音楽は。うん、今、フィジカルな音楽ってないもんね。フィジカルな音楽って何よ。わかんないよ。わかんない。あんまり聞いたことないよ。あんまり聞いたことない。うん。昔作ったんだよ。20年ぐらい前、音楽。音楽を？亜生さんが？作った。それはね、すげえよくできたんだけどね。音楽。今ももう一回作りたいなと思うよ。いいね。だけどもう、やりたいね、その時一緒にやった人方はあれだよね、もうみんな年取ったからダメだと思うけど、あ、そっか、もう一回やってみようかな。一回やってみようよ。そうだよね、やりたいことやらないと、生きてる間に。生きてる間に。そう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 、だって人間はね、生きてる間楽しむために生まれてきたんだからさ。いや、生きてる楽しむってあれだよ、私、うんうん、生きてるため、生きてるでやりたいことはあれだよ、うん、難病治し。難病治しか。他に何にも望みはない、うん、なんで病気を治したいの、浅井さんは。難しいからですよ、これ一番難しい。一番難しいから、挑戦なんだ、浅井さんにとって。そう、難しい、すごい難しいもん。難しいよね、うん、だから治らないのが当たり前だからやりたい、うん、ああ、なるほど、当たり前を変えたいんだ。
常識を常識を覆したいのか。そう、うん、それはすごいや。あなたは何の常識を覆したいですか。俺は不可能って言われてることを俺は可能にしていきたいね。何が一般的に不可能って言われてるんですか。まあ自分がやりたいと思ったことあるじゃん。例えばこうこんな夢を見たとかさ、こういうことがやりたいと思った時に不可能だ。だってあんた一般的に何が不可能か、この世の中の何が不可能か認識してないんじゃない。な、それすごいな。そういうことじゃなくて、それをやらなきゃ。うん。じゃあ何をやりたいですか。俺はやりたいと思ったことを常にやりたいと やる男でいたいね。それはただの夢だよ。そうだよ、ただの夢だよ。だからそうじゃ、それじゃまずいじゃん。それじゃあ年月が経ったらあれだよ、砕け散るな。だからね、うん、その不可能な、この世の中で不可能なことをまず探して、それを覆さなきゃ。これ間違えてんな、こっからわかんねえな。こっからは難しいんだよな。何をやんの。バンテージ巻き方がね、わかんないんだよね。それで何すんの。いやだから練習すんだよ。それで握ってボンってやるの。そうだよ。こっちじゃねえな多分。この世の中で不可能なことって、それを覆したから、うん、なんかこういうこの配信の世界で何か不可能なことってあるんですか。配信の世界で不可能なことはないんじゃないかな。何でもできると思うよ、うん、で、あ、俺は不可能なんてないと思ってるから。ここじゃないや。みんなができないことって何、どこにあるんだろうね。うん、なんか違うんだよな巻き方が。いやなんかね、あの、うん、その強くなるんだ。それ強くなってね、それは不可能だって言ったけれどもね、そのうんと強くなってさ、その戦う人間になることはないような、そんなような感じがするけど、なんかうんと強くなるような感じがするよ、不可能なこと。別に強くなりたいとかないよ、俺は。わがままで生きたいね。じゃあこれじゃない、こうやって飛ばすことじゃない。なんだかよくさ、昔合気道の人が飛ばしてたら、いや、そういうのは全然興味ない、うん、今のあなたそういう興味あるよ。いや、ないよ。いや、それはないって それは言ってるだけど、あなたは興味あるし。いや、全然ない、全然ない。それでね、そう飛ばすのに興味があって、そっちの方向に行きたいよ、あなた、うん、いや、全然行きたくないよ、俺。だから多分ね、こうやって飛ばしてね、してこれで見せて、それでみんなに教えればいいんじゃない、飛ばし方を。飛ばし方？俺だって気候使えるもん。それちょっと違うね。俺気候使えるもん、アサイさん。だからこうやって浮く？え？浮くじゃん。人が動かなきゃダメだ。人動くよ。アサイさんのこと倒すことできるよ。どうやって倒すの？木で。木で当てないで倒す？うん。倒れるかもしんないね。そう、倒れるよ。俺できるよ、気候。なんかね、光が出たらね、うん、それも物が浮くんでしょうか。光がこうやって出たらね、光は分かんねえかんな、俺はな。あ、じゃあ、光が分かんない、気候してる瞬間に物が浮くんでしょうか。浮くんじゃないの、分かんないけど。いや、もうじゃあ質問の仕方が悪いね。うん、気候の心境に入ったら身の前の物は浮くんでしょうか。いや、浮くんじゃないの。いや、あなた今これで全部浮くしたよ。いや、だからね、気候の瞬間に身の前のものが全部浮くっていうことは言ってないでしょ。ん？言ってないよ。いや、前から思ってたのだし、重力は命であって、して命があるからさ、浮かないんだよ。だからね、その、生きた、生きたまんま、その
命が他に、他に行けば、うんと身の回りのもの、うんと他に行けばって通じてないよ、うんと、うんと生きたまんま命が、うんと他に あった時に、うん、身の回りのものは全部浮くだ、うん、でこれ、うんと命が他にあって身の回りのものは全部浮いてるんで、うん、身の回りの世界だけ重力のない世界が実現して、それによって宇宙旅行ができるだ、うん、でもちょっとだけおかしいね、うん、3人以上いればその重力のない世界で宇宙旅行ができる？できんのかな？できんの？宇宙旅行。5人だという気がするけど、どうしてだろうね。わかんない、うん。いやだからね、多分ね、うん、意識の働き方にその差があるんで、うんうん、例えば例えば。音楽の専門家、それから、うんうん、平面の美の専門家、それからあと、うんうん、こういうその、動く芸、動く芸術じゃないな、動画、これ何なんだろうね、映像クリエイター、そう、映像クリエイター、うん、それと文章、その世界の論理を見極めることができる人、うんうん、それと、うん、体をトレーニングして、でそれで強い爆発的な力が出るようになったもの。これ5人で宇宙旅行すればそれでセットでいけるよ。ちょっと待って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 。未来はこれでいくよ。未来はこれでいく。だから、うん、いやこれあれだね。私も写しとけばよかったね。うん、これパソコン持ってこなかったもんな。いいや、うんと何だったかな、書いてみた、きっとここ以外では分かんないよ。すいません、なんか鉛筆多分持ってない、鉛筆俺の革ジャンのとこ胸ポケットにあるよ。ちょっと待って、今私持ってない、あるかな。これマーカーだ。まあ、いいや、ないでも出るのかな。出た。これで合ってんのかな。体の。近くにあるものは。うん、命イコール重力、命が、うんうん、おい、いつかいらっしゃい。命は深層意識に入ると身の回りにあるものが浮き上がるだ、
浅井さん飯食った？ありがとうございます。未来の宇宙旅行完成だ。この次に、これはこの次に出版する本に入れる。おお。宇宙旅行？うん、レクさん宇宙旅行って聞いてるよ。宇宙。宇宙ってこの星空じゃなくて空間で、だから、うん、うん、今教えたのは空間を突破するための方法。うん、5人いれば宇宙旅行ができる。うん、そう、だから5人いればさ、今アメリカに行こうったらアメリカに行けるんだよ。こんばんは、こんばんは。浅井さんの登場嬉しいです。嬉しいな、ありがとうございます。スルーって何？スルーって無視って言うね。無視、うん、無視、無視、いや、だから、さっきさ、音楽がそれね、なんだかでだけどさ、未来になんだったか、力がみなぎってるような音楽、これが音楽です。バンテージ巻いてるよ、今日も練習だから。負けらんないからね。なるほど、空間か。そう、宇宙っていうのは空間で、そして自分です。自分っていうのはあなた、あなた、シンさん、浅井さん、夕飯食べたのかな。いや、夕飯食べてないよ。でもね、昼飯山ほど食ってだんだん太ってきたよ。夕飯も多分いっぱい食うかもしれないな。だけどあれだよ、なんかね、飯食いたくないなと思う瞬間があって、そのままずっと食わなきゃ多分、なんでご飯食べないとダメだよ、浅井さん。そう思う？うん、ご飯は食べないとダメだよ。いや、体が治るまで食べようと思うの。体が全く治ってしまえば、うん、まあ飯は少しあれだもん、控えるの、少なくしてみようと思う。体がね、ぶっ壊れた体が再生するまで少し食べる。何を目標にすればいいですか？浅井さん、目標なんかなくていいじゃん。なんで目標必要？だからうまく走れるだよ。で、それができたらさ、飯を控える。頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとうございます。わっこつ、わっこつ、もっこい、おじさん、わっこつ、わっこつって何？こんにちはって意味。こんにちは、わっこつ。こうやってわっこつって本当にわっこつっていうさ、口に出してわっこつって挨拶する？いや、インターネットの中だけだね、この字だけ。そうそうそう、そう。浅井さんの食事風景、個人的に見てみたい。ガツガツ食うのかな、よくわかんない。食い方って私は、でもさ、特にこうして食わなきゃならないって教わってないからよくわかんないよ。浅井さんベジタリアンですよ。肉食べないですよ。いや、なんか よくわかんないのはね、その、お肉ってあんまり、いいものがないよ。いいものがないっていうことは、うまくできてない。もう、
パックに入った時点で、さ、食べれるようなもんじゃないのが多いんだけれども、うん、この前ね、どっかのあの、なんか、なんだったかな、うん、あの、その鶏肉の団子が、とすごくうまくできてた。あれ、なんでうまくできたのかな、それは、急速冷凍で、それで、何、肉食べたの？いや、だから、要するに、その、目で見て、その、これがいいか悪いの、その判定によると、その肉で食べれるものはゼロに近いよ、ゼロだよ、ほとんど。でもね、魚だとね、5% くらいの魚が食べれるんだよ。して、あれだよ、野菜ものは今農薬でひどいよ、だからね、まずさ、同じだね、5% くらいの野菜を食べれるかもしれないね。あと、調味料もやっぱり5% いかないかな。だから、そんなようなもんで、それはね。それはあれだよね。でも最近嬉しくなってきたことは、なんかね、いい食べ物が増えてきた。特に調味料。大きな業者が、いい調味料をだんだん出してきた。昔おばちゃんがね、5年ぐらい前、これ、ほとんどなかったんだから。でもね、おばちゃんがもうあっちこっち文句言ったせいかさ、あっちこっち褒めたせいか、いいとこ褒めたもん。だからそれのせいかなんかで、ね、いいのが増えてきたよ。すげえ嬉しいな。漫画みてえなキャラだな、本当に。え？面白いやつだ。なん？すっげえ嬉しいな。だもん。なんで嬉しいよ。嬉しいよ。嬉しいよ。すごい嬉しいんだよ。わかんないな。なんでかな。いや、だってね。いや、よくわかんないけどね。そう、いいものだけをこうやって入れればね、うまいものはできるけどね。そこにね、へんてこりんなものが一つ入ればね、その味が壊れてね、すっげえまずくなるな。声合わせるのすっげえ難しいよ。そうだよね。だからね、それへんてこりんなものを入れないってね、調味料だったら塩とか醤油とかが変なのが入るでしょ。したらね、味が全然ダメになって食えなくなると。だからな、よくわかんないけど、調味料が良くなってきたっていうことはすげえいいことだよ。え、飯は毒？そう、飯ってこれ、何のことですか？普通のご飯、食事のことですか？それとも、米のことですか？いや、ご飯全般のことだ。ご飯全般？そう、レクチさんがよく聞いてたよ。食事全般毒ですかって。そう、全般毒で、大体 2-3% しか合わないんで、それに当たる確率はほとんどがない。黙ってたらだんだん弱るや。だから、例えば、私は、ここの、産地直産のその米で、その美味しい米を食べてますと、これさ、なんかそういうこだわって、それで、それが猛毒に当たってたら、それで、それ3年くらい食べたら病気になると。大体世の中はそういう風になってんだよ。だからね、頑張れば頑張るほどさ、大体深みにはまってみんな病気になるんだよ。適当に買ってると、うまいものしか食わないから、だからさ、口に入るものはまず無事となって、して、それ、まあまあの線で持ちこたえるけれども、これこれ買わなきゃ食わなきゃならないと思い定めた人に、健康になりたいとさ、思い定めた人にとってはさ、すげえ重しになって、何年かしたら、それは頑張る人はみんな体が壊れるんで、うまいもの食べてりゃ大丈夫だ。なるほど。あんまり考えない。これが、それは大事だよね。身を守ることだ。そうだよ。うん。あんま考えすぎちゃ無理ないんだよ。そう、考えすぎると、これ世の中だからね。うん、考えすぎて、それがね、それ頑張ればいいっていうふうにできてないよ、この世の中は。うん、そうそうそう。そう、だから適当にやるのが一番。うん。もう本当にそうだと思うよ。そうだよ。本当に適当に生きるのが一番大事だよ。そう、適当に、適当が大事だよ。うん。さあずーっと未来は違うかもしれないよ。頑張ればいいかもしれない。今はそうじゃないんだよ。うん、適当に服が、適当なものが活用、これは。うん、あ、しんさん、ともちょこありがとう。なんだかな。浅井さん、シナモンパウダー好きなんだもんね。そう、シナモンパウダーっていう名前の調味料、どこから出てるかわかんないけども、うん、砂糖の入ったシナモンパウダー、これといいのが一つある。シナモンシュガー。そう、一つだけいいのがあるよ。だけどシナモンがいいとは限らないよ。だからシナモンの味は好きだけども、シナモンシュガー一つだけいいのがありました。なんだかよくどこのメーカーか忘れました。
ハッピーバレンタイン、ハッピー、ハッピーって何かな？幸せって意味。幸せ、うん、幸せ、幸せね、年、新さん幸せね、わかんないな。幸せかな、わかんない。幸せですね、はい。命、食は命じゃないの？食べることは命なんじゃないの？そう、食べることはそう、命だよね。だから命、これそう、いいもの食べなきゃなんないの。それが命じゃん。で、それがさ、女の人がすることだと私思う。でもね、これはさ、それあれだよ。だからね、さ、奥さんもね、さ、旦那のために良かれと思ってね、なんかさ、頑張れば頑張るほどヘッテコリなものを出すしかないんだから、この世の中だからね、あまり頑張らない適当に考えるのがいいんだよ。それ、そう、それしかない。だからさ、それからさ、ちゃんと見立てることができるかだよ。たまにいるけど、見立てることができる人が。あんまりいないよ。どうしたら見立てることができるかだよね。だから。そこはやっぱ感じるかどうかだよ。命が深層意識に入ったら見立てられるよ。俺はね、食い物もそうなんだけど、タバコとか酒がどうとか、なんか糖質がどうとか、人間の敵はストレスですよ。ストレス？うん。人間はね、ストレス、笑わないことが一番ね、体に悪い。笑わないこと？だから笑顔になったら病気は治る。いや、おばちゃん笑わないよ、うん、ストレス、おばちゃんにあるとは思わないよ、うん、笑わない、ストレスもあると思わない。いつもただ淡々として何にもわかんないけど、うん、ストレスが？ストレスがない方がいい。ストレスがない方がいい、うん、いや、だから何かに押されたように動いてるのはダメだよね、うん、それがストレスっていうのかな。そうそうそう。あ、なるほど。いや、やりたくないことやるのが体に悪いっつって。そう、やりたくないことやるのは体に悪いよ、うん、そう、やりたくないことって結構ね、真面目な人はみんなやりたくないことやってんだよね。そう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 、かわいそうなんだよこれ。そうそうそうだ、和藤さんはそっから逃れてるもんね。やりたくないことやらないもん。やらない、うん、一番人生の無駄でしょ。そう、無駄、うん、そう、なんでやりたくないことみんな向かっちゃうんだろうね。よくわかんない。なんだろうね。難しいよね。食い物が悪い？タバコ？違うね。似てるよ。なんだろうね。よくわかんないね。よくわかんないね。だから深層意識は光じゃないからだよ。だからこうやって深層意識を光にすると、うん、それはみんなやりたいことばかりやって、してみんなうまくいくと。やりたいことばっかりやってたら社会回んねえとか言う人いるけど、そんなことない。いや、そんなことないよ。そう、回るんだよ。そう、それが一番効率がいいんだよ。そう、そうそうそう、本当にそうなんだよ。蔡さんの言う通り。いや、だから深層意識が光にそうなればいいけど、これ、うん、この番組でみんなの深層意識光にするのは難しいよ、うん、おばちゃん毎日来ること、それでし、あ、それで光に勝った、これで大丈夫かな。そうだな、光に勝った、光におばちゃんがあって、光に勝てばそれで間みんなの深層意識光なんだ。ごめんね、分かったよ。浅井さん、今日はバレンタインです。亀仙人さん、こんにちは、久しぶりだな。亀仙人さん、に、き、見えない、目が悪いな。激戦しすぎることでのストレスはあるね。激戦っていう、厳選しすぎることでのストレスはあるね。厳選っていう言葉知らないよ。和道さん、浅井さん、こんにちは、ヘントクリン、あははは。は、現代社会はそうやって回ってるか。いや、そう思い込んでるだけだって。そんなことないよ。いや、レクシさんはやりたくない方向に回っちゃうよ。現代社会はそうやって回ってるからね。1、これ1ですか？ん？ 1？ 泣きだね。ね、泣き。現代社会はそうやって回ってるからね。
よし、トレーニング行くか。いや、そういうふうに回ってないよ。やりたいことやるように回ってるよ。だから、やりたくないことをそのやらなきゃならないとは、それはそういうふうには回ってないよ、世の中は。亜生さん、練習しに行くけど一緒に行く？中央公園。中央公園？うん、中央公園で運動するけど、これ行く、一緒に。中央公園、あんまり行きたくない。私、これから、中野に行くんだ。中野住み行くな。うん。ずっと、いや、今まず佐藤さん来てない。佐藤さん来てたら行きたいような気もするね。花火ありがとう。じゃあ、ゼリーさん、花火ありがとう。練習に行くんですね。練習に行く。だって負けちゃうもん、体鍛えないと。え？体鍛えないとぶっ飛ばされちゃうもん。ああ。うん。負けたくないじゃん。よいしょ。よいしょ。おう。はい、サボちゃん、いらっしゃい。友坂ありがとう。行きます。それ左が弱いじゃないですか。それってね、うん、やっぱり右足を開いて右をこう傾けてこうね、うん、それやると良くなります。絶対やるよそれ、うん、練習。あ、浅井さん今度一緒に練習しようよ。何の打つ練習ですか。打つかいいですか。分かんない。浅井さん太極拳とかやってればいいじゃん。太極拳やらないよやらない、うん、やらない。佐藤さんと対戦しなきゃいけないんだから。佐藤さんと友チョコいっぱいありがとう。じゃあみんな練習しようか。今日の練習行こう。練習だよ。頑張るんじゃないだよ。誰にも勝てるよ。うん、うん、頑張るよ。亜生さんありがとうね、来てくれて。まだまだ、すいません、お母様です。じゃあね、うん、のんちゃんも行って頑張ってね。じゃあね、浅井さん、うん、どうもお疲れ様です、うん、ありがとうございます。いいよ。じゃあね、行こうか。じゃあ練習、テルさんピー。え、おい、ありがとうね、サボちゃん。行ってらっしゃい。アイテムたくさんありがとう、サボちゃん。膝やばいね、ちょっとね。膝やばい。うん。膝結構壊れてます。練習しようか。外配信、のんたん行くよ。あ、浅井さんにこれ届けて。あ、はい。うん。よいしょ。練習、練習。練習行きましょう。テレサンピン練習やってんの？聞いてる？テレサンピンの噂聞いてる？なんかタイムシフト見ても、なんか練習してる風景ないんだけど。あいつやってないでしょ？完全に舐められてるよね、俺。うん。もう練習しなくても勝てるんだろうね、俺には。着替えてくるわ。舐めてるよな。どうせ行く？はい。トイレ行ってください。え？トイレ行って。いや、ボコスっていうかさ、やっぱお互いベストバウトっていうかさ、気持ちいい試合したくねえか。本気でぶつかり合いたいよね。いいけど別に。それが彼のスタイルなんだろうから。膝痛え。今日ちょっと膝壊してるんで軽めにやります。軽めに体また鳴らします。人殴ったことないんだけど、やっぱりメンタルなのか。人殴るっていうのはだから怒りの感情だよね。いや、ワンパンで KO なんてね、プロの世界でも本当に難しいんだよ。
KO を取るってね、ほんと芸術だからね。うん、喧嘩したことある？みんな喧嘩したことないの？人殴ったことない？殴られたことは？アドさん怒ったりすることありますか？全然怒ることもあるよ。まあ結構温厚だって言われるけどね。3年に1回ぐらいぶち切れますよ。ヘタレとかじゃないでしょ。人を殴るのは良くないことだから、うん、行こうか。俺は準備できた。はいよ。うん。アイテムサクさんありがとうございました。アイテムサクさんみんなありがとう。チョコレートありがとうね。練習行こう。練習体鍛えましょう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。